キムキに捧げておいたの。韓国と北朝鮮のな、予言通りになったやろ。キドって出てくるけど、どこかですれ違った世界が変わり、景色が変わり、誰かが運んだ希望の種をあぐる、手が手と出会って、やがて場所から芽生えた芽吹き、花の穴まで日差しで包む、待ち焦がれてきた新しい明日の訪れ、この頃郡さんにも出会って、で、岡崎翔さんも紹介してもらって、ただそのなんとかな、ジードの狭き、あ、お、お、そして憧れ、広い世界に手を取り合っていける、一人じゃなくて胸に愛が待ち焦がれてきた新しい明日を訪れ、この頃清原選手の野球の憧れっていうセリフがあって、まあ何か当時のキーワード結構入れてるよね、これジードの背中は別として思い出の場所に、木陰って言ってたの、木戸やったの、元やったの、二人が出会えたあの冬、木戸の、あ、木の根元になってるの、本当は木戸のそばにいるの、新しい花が咲いているの、ちょっと前芽生えた芽吹き、花の中まで日差しで包む、待ち焦がれてきた新しい朝の訪れ、うちはね現場でよく歌詞変えちゃって、この時もそのマンボネで歌詞ちょっと変えちゃって、その癖があります。まあ、いつでもどこでも何度でもあ、これ誰のギャグだったかな、ゆかりさんか、よいしょよいしょ。